このゴリラは地道と付き合わなきゃいけない。そう思う、もうそう思うしかない。俺はハンデを背負ってるんだと。マリオのメテオが一番この世で一番嫌いわ。ムカつくんだよね、ほんと。わかる？ムカつくの。お前のその、お前のその目がムカつくんだよ、俺はよ。やめろよ！砂場やってるやつ全員死なねえかな、マジで。親もろとも気持ち悪いやつ。もうなんかもう神エットだ本気。お前それは許して。メテを狙うのやめろ、気持ち悪いから。もうちょっとドンキーでどうやったらバーストすんだこのゴリラ、マジで。もうどうやったってスカシスカイも通んねえよこれ。どうしよう、ほんとこれちょっとマジでやばい。誰かに電話しようかな。俺ガノンより苦しいんだけど、これ正直。おいみんな、ガノンより苦しい。はっきり言ってガノンより苦しいです、これ。このゴリラ。このゴリラガノンより苦しいんだけど、どう？これ普通みんな。ガノンより普通に苦しい。誰か、テレフォンかけたい。おい、テレフォンかけたい。おい、ドンキーの有識者にテレフォンかけようかな、だってあれ使わねえんだぞ。だってこれマリオが苦しいの。マリオとドンキーが苦しい、もしかして。いやこの全部いなされんだけど。え、おかしくない？こんなことになるのって。なんかキャラ性能の問題だった。キャラ性能の問題じゃんこんなの。お前うまくねえよ別に。対してうまいマリオかどうかなんてわかるの俺。こいつがうまいかどうかなんて空弾もしないじゃんこのマリオって。この時点で論外なんだけど。でもそのマリオに俺が負けるんだよな。
なんでそれつかめんだよ。お前手長すぎじゃん、どう考えてもボケが。ちょっとそれか、ねえ、ちょっとそれ帰れないんだったらもう無理なんだけど、ドンキ俺。このマリオ食う出しなくない？このマリオ食う出しなくない？食う出しないマリオ初めて見た俺。初めて見た。クーダーしないマリオ初めて見た。マジで。マリオってクーダーありきだよな。え、クーダーできないの？もしかしてクーダーできない？え、クーダーできないんだ。え、クーダーできないマリオっていたんだ。ねえ。おい、クーダーしろよ。クーダーしろよ、お前。え、クーダーは？ほら、クーダーできないじゃん。クーダーできないからね。クーダーできないから。おい、クーダーができないかな。でもまあクーダーができないマリオなんてこの先どんだけ頑張っても無理だろうな、スマブラ。俺はクーダーができるゴリラだから将来性抜群なんだけど、まあクーダーのできないマリオなんてこの先無理だよ。なんか通用しねえよあいつは。220が好きな山やな。まあ、どんだけ頑張っても300、どんだけ頑張っても300が好きな山だと俺は思うね。まあ頑張ったよあいつは。クーダーなしで、クーダーなしだとあれが限界値。ドンキーってさ、空中からの差し込みなくね？なんだそれ。殴り合いと行こうか。殴り。なかなかやるの。
前にダッシュしてから下からね、ちゃんとできる、みんなあれあれできる、あれできない人いる、もしかしてあれできないやついる。きついんだけど、普通に考えてよ。あ、これはだるいだ。え？当たってねえだろ。マジでさ、チートにも程があるだろそれ。あ、最悪。うざすぎる。ねえ、何今の。何今のこれさ、ドルとサムスとかでも終わってない、マジで終わっとる。いや、どうやって噛んだよこれ。あ、間違えた。これさ、やべ。なんでどっち向いてんだよてめえ。もうこいつほんとやりたくねえ、このサムスと。逃げるんだったらもうやめね。